の平行線で東京は愛せの何もないリケンフィックスをちょうだい10万も持っていたいお茶の水魔女の匂いで飛んじゃって大変さ前はシンクで商売道具にしてるさそしたらベンジが灰に映って取り包む最近は銀座で警官ごっこ国境は越えても乗車必須領収書書いてちょうだい税理士なんてついてない娯楽園将来そうになって結婚してほしい毎晩フィックで遊戯するだけピザ屋の彼女になってみたいそしたらベンジあたしをベンジで売って車の匂いで飛んじゃって大変さ毎晩シンクで湯気するだけラッと一つを商売道具にしてるさそしたらベンジが灰に映って取り将来そうになって結婚してほしい毎晩絶頂に